水一社を万歳万歳万歳。平和文化、一連の取り組みの中でこの平和文化をですね、今以上に進行していく、そして今の世界情勢にいい影響を及ぼす、そういった広島でありたいと。松井氏は自民党県連や公明党県本部、連合広島から推薦を受け、終始優勢に選挙戦を展開しました。選挙戦では JR 広島駅周辺や神谷町八丁堀地区の都心の大改造といった3期12年の実績をアピール、 G7 広島サミットの支援や世界の為政者に広島訪問を働きかける迎える平和の推進などを訴えました。